ご安心なされ。その人の眠りは鍛え覚めていった。真っ暗い闇の中にさらに冷えあするものの、よだんでる中に目の開いているのを覚えたのである。耳に伝うように聞こえるのは水の垂れる音か、暗闇の中でおのずと人が耳がおもむれる感覚が全身にこぼれた。わずかな響きを立てて足の裏に至るまで秘密を持ち上げていた。時が経った。眠りの深さが初めてあった分浮かんでくる。長い眠りであった。
Thank you.
ってな。しばし
またれい。これより怪奇紙芝居の時間。すいませんが、はい、芝居本日の演目は枕返し。それでは始まり始まり。このお話は私が東海地方の妖怪について調べていた頃、岐阜県に住むゆき子さんという当時70代の女性から聞いたお話である。こんなお話信じてもらえないでしょうけど、そう言ってゆき子さんは窓の外を眺めながらつぶやくように話し始めた。あれは私がまだ20代で結婚してしばらく経った冬のことでした。主人が突然座敷わらしの出る宿に泊まりたいと言い出したんです。当時主人はテレビや雑誌で流行っていたお化けとか超能力とかそういう不思議な話が大好きで、何かにつけてはそういったものを見に行きたがりました。いつかできる僕らの子供のためにも座敷わらし様のご利益をもらいに行こうよ。え、何をまたと言いかけて、学生時代の友人が故郷にそういう場所があると言っていたのを思い出した。その週末、私たちは目的の宿へ。愛知県の山あいにある小さな集落にひっそりと佇む温泉宿。随分と年季を感じる木造の建物に入ると、まず目に飛び込んできたのは大きな神棚だった。その周りにはなぜかたくさんの枕が。主人は待っていましたとばかりに近づくと興味深げに眺め始めた。これどうして神棚に枕があるんですか？うちの神様はね、
寝床に見えるらしいもんで、そんでいつからか枕をお供えするようになったそうですわ。え、座敷わらしはいないんですか？座敷わらし、誰がそんなたわけたこと。いやいや、まあ気にせんでください。昔の人が言うとったことですから。ああ、今日はお二方睡蓮の間でよかったですかね。はい、そこが座敷わらしじゃなくて神様が出る部屋なんですよね。そうお伝え聞いとりますよ。まあ今の代のもうは誰も聞いたことがないんですがね。ああ、でもこれだけは守ってくださいね。あの部屋に泊まるんなら枕は使わんでください。神様に会っちまうかもしれないから。神様ってのはね、会っちゃいけないものなんですよ。そう言って笑う番頭さんの言葉に主人は分かりやすく目を輝かせていた。とその時、パタパタパタと軽い足音が背後をすり抜けた。小さな子供のような足音だった。はしゃぐ主人をよそに、私は火事から解放された嬉しさに浸っていた。温泉に浸かり夕食を食べてひとときの休息を満喫していると、気が抜けてしまったのか泥のような眠気に襲われた。ごめんなさい、先に眠るわね。朦朧とする意識の中、主人に声をかけると、番頭さんの言いつけ通り枕を外して布団に潜り込む。するとパタパタパタと、またあの足音が聞こえた気がした。夜半、主人の声で目が覚めた。おい、おい、ユキコ、おい。何、どうしたの？すごい、すごいぞ、座敷わらしだ、本当にいたんだよ。すごい、本当にいたんだ。何、夢でも見てるの？と主人の方へ寝返りを打つ。瞬間、凍りついたように体が動かなくなった。あっ、枕。ずんと音が遠のく。耳の奥がぎゅーっと痛い。指一本すら動かない。すると遠くから何かが聞こえてきた。ねんねんころりよ、おころりよ、親は良い子だ。主人の枕元に黒い影が落ちる。これは見てはいけないものだ。全身に鳥肌が立つ。しかし体は主人の方を向いたまま動かず、目をそらすことさえままならない。ああ、見たくない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 。べちゃべちゃ、ブーンと生臭い匂いが立ち込める。影が主人に覆いかぶさっていく。べちゃべちゃ、伸びる伸びる、黒い手が主人へと伸びる。ああ、ダメだ。ジュル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 
私は気を失った。目を覚ますと朝日に染まる部屋の中、主人が起き上がってどこかを見つめている。はあ、なんだ夢だったんだ。ふっと息をついて主人に声をかけた。あなた、おはよう。大きな笑い声を上げて飛び出していった主人はそれっきり戻ってはきませんでした。そして空になった布団からは枕だけがなくなっていたんです。あのこれは気を悪くしないで聞いていただきたいんですが、その旅館にいた神様っていうのはその座敷わらしなんかじゃなく枕返しだったんじゃないでしょうか。その妖怪に枕を返されると魂が抜けて空になった肉体に悪霊が取り付くっていう。知っていますよ。え、あの旅館、地元じゃ玉引きの宿って呼ばれていたんだそうです。私、あの人のことは嫌いじゃなかったけれど、あの人の親が本当に嫌だったの。それってよかったわ。そう言うと聞き返す間もなく彼女は席を立った。怪奇紙芝居本日の演目は枕返しでございました。お話はこれにておしまいでございます。それではこの後も皆様のもとに怪奇が訪れませんように。首を外れること、よ
Thank you.
よかったでござるか。
に沈んでいる。その時何事もなく
酒がぶたる水を竹つぼに叩きつけている。
Thank you.
Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。